ガールズエスカップ2012決勝。さあ、大江さん、はい、今まずどんな気持ちでご覧になってますか？いや、もうね、本当言葉はないんですけど、まあ本当に2009年のね、8月第1回目の大会の決勝のカードですよ。そうなりました。あの時も本当に僅差の勝負でレーナが勝ったんですよね。BB メイはその後上に上がってきてないですけども、はい、今日は爆発してますよね。いや、まさにあのロレーナ・クライン戦などは真骨頂のバックドロップ2連発最後の最後に繰り出しましたね、はい、だから今日の BB メイはなんか持ってんじゃないかなっていうね、そういう気持ちが今してきてます。それとあとはやっぱりレーナはもちろん勝たなきゃいけないですし、はい、シュートボクシング女子の象徴じゃなきゃいけないですからね、まだまだ続く私のストーリーをこれからも見続けてくる、はい、このセリフをそのまま実行しなきゃいけないですね。そのストーリー、2012年夏のショー完結へというレーナ赤いグローブです。それに対して毎回エントリーのたびにですね、彼女が優勝してもおかしくないんだという折り紙付きだったメイン投げ、とにかく得意としています。さあ間合いが非常に気になります、はい、もちろん近寄られたくないでしょうから前蹴りは使ってくると思いますよね。あとバックステップでかわして逆にパンチを打ってくるとかね、はい、そういう透かしの攻撃も含めてくると思います、まあ、いろんなことしてくると思います、だけど BB メイはそれでも中に入っていかなきゃいけないです、はい、ただ中に入った時の組みついた瞬間一瞬を逃さない力、これはやっぱり BB メイは持ってますからね、いやあのパワーがとんでもないファイターだったロレーナに対して2度投げましたから ね、はい、そうですね。しかも後方2回ですよ、4ポイント、そう2ポイントということはもうダウンと同じ扱いですよ ね、これぞシュートボクシングというルールです。狙っているでしょうメイ、まず組みついた、追い込んで右のパンチぶち込んでやるという BB メイ、右腕をカッと宙に突き上げましたレーナ。2ラウンドこの辺からエンジンをかけて展開がねこれから出てくると思うんですけれども、はい、もう特に BB メイの方はやること決まってます、はい、やらなきゃいけないこと決まってるんです、だからこのラウンドからは激しくなるんじゃないですか。その全身を止めるような赤いグローブ、レーナの左ジャブです。右から左ボディ、さらにそこにミドルキックのレーナ、この辺りはつながりがいい。対する青いグローブのメイです。皆さんは私のこと投げしかできないと思っているかもしれませんが、投げしかできません、そう語りました。しかしそれでいいという対世界、ここまで実証しています。組んで倒す、まずスタミナを奪っていこうと、そんな戦い方なのか。ビビメイ左、手も短いですけど、バランスもね、確かにフォームそんなに良くないですよ。だけど右のストレートロングフック、そこからつながる連打と組、あとはさっきも見せました豪快な投げ、これが魅力なんですよ、はい、でも当て感と踏み感投げ感揃ってるんですよね。実はそうですよね。そうなの、だから普通の選手と違うんです、だから皆勤賞なんですよシュートボクシング。なるほど、それが評価されて。そうです、右、今もそうですね。当てました、当てました、当てた、レーナも返すが当てた、まずメイです。いや BB メイすごいじゃないかということなんですよね。そうです、今回の出場、そしてそのすごいファイターにレーナエースとして勝たなければいけない、これもまた厳しい過酷な道のり、運命、いやそれを超えた宿命か、まあ、宿命に近いですよね、前回の世界大会は2010年開催、レーナが制しています。そして2009年、日本大会ではレーナがこの BB メイを下しています。細かいパンチ、最後は左、
顎の横を捉えていましたレーナのパンチ。さあこのラウンドをまた振り返っていただきましょう。いやあのね、意外とビビメイちゃんが正攻法というか打撃技で挑んでるんですよね。挑んでるというか打撃技対打撃技の展開、その中であまり差が出、あまりというか差が出てないですよね。そうですね、決して突っ込んでいって投げに固執しているわけでもないですし、はい、ちゃんと蹴りもパンチも使ってます。逆に投げ技は首が少ないぐらいですよね。だからこれ何でしょうね、あのね、やっぱり距離感だとか相性もあると思うんですけど、前回の戦いも接戦になりましたよね、はい、だからもしかしたら何か BB 目のリズムがレーナにとってやりにくいのかな、そういうところもあるのかもしれない。こういうのはね、でもね、本当に向かい合ってみなきゃわからない、相性ってあるんですよ。さあ最終第3ラウンド、ちなみに前回はパンチの連打と前蹴りでレーナが勝利を収めています。今その前蹴りが出た、またギアを上げてきたようです。レーナも深く入ると投げきますからね。ありますね、もちろんキャッチポイントを奪う術も心得ています。赤いグローブレーナ、優勝が明大宿命、そして青いグローブ至近距離から左のパンチは BB メイ、なんとしても初優勝が欲しい、もう準優勝は欲しくないというメイです。投げるからバックブロー、しかしここをチャンスと見たんですが体勢は崩れています。もう本戦はこの2分しかありません。レイが出てきます。止めるレーナ、距離感いかがですか。いや今ちょっとね、あのレーナ寄りになってますよね。あのビビちゃん組みに行きたいんですけれども、ちょっと今レーナの動きがすごく多彩になってきてますね、はあはあ、ちょっとあとスタミナのロスもメイちゃんにはあります。なので追いつけなくなってくるなってるところですよ今。レーナの多彩な面を教えてください。多彩な面は、まあ、直線的なものでなく横に透かしたりだとかですね、はい、あと前に出る力が前より増してます。だ増してる分逆に投げられちゃうのかなと思っても BB メイの体力の消耗もあるんで、そこまでシャープにできなくなってきてるんですよ。なるほど、クレバーさも伝わってくるレーナの戦略。だから逆に、ね、当たってるからこそ当たって逆に当たっていってるからこそレーナが今リズムを取ってるんですよ。当たっていったら投げられちゃうのかなという、ね、安直な意見もありますけれども、はい、だけどそうじゃなくて今攻めに行ってくっついていくことによって攻撃で攻撃でレーナのリズムになってるんですね。自分の流れを引き寄せたレーナ、さらにパンチストレートの連打、ここで試合終了。スリリングな展開にはこのラウンドなってませんけども、例えばバックブローが側頭部に当たったりだとか、細かいところで BB メイは少しダメージを受けてます。そしてスタミナのロスもあります。コントロールで言ったらこのラウンドはレーナです、はい、30対29、赤コーナーレーナ、レーナ1票差。ジャッジ北尻30対29、赤コーナーレーナ、やはりレーナだー、世界連覇、シュートボクサーレーナ選手の判定が正解です。シュートボクシングのリングをがっちり守りきった、3者とも30対29、シュートボクシングワールドトーナメント1ポイント差、それが3人でした、はい、優勝は、まあ最終ラウンドですよね。逆に言うと、はい、そこだけだった、それをポイントとしたレーナ、もちろんそうです。いやレーナ、大したもんですよ。投げられて自分はね、ダウンを取らなければ もちろん投げて後方投げればいいんですけど、やっぱり後方投げを持ってる BB メイに対してあえて中に最終ラウンドで中に突っ込んでいくことは勇気がいるんですよ。そうでしょうね。だけどそれを突き抜けて中に入ってからこそ BB メイはリズムを崩したんです。有言実行というのも大変ですよね、はい、いや有言実行ほど大変なプレッシャーないです、一番、うん、だから今ね一瞬ですけど、はい、まあ、ミオも含めてこの2人にプレッシャーというものを全部取れた状態、素の状態でという喜び、はい、気持ちいい瞬間ですよこれ。そうでしょうね、うん。